おはようございます、バンです。今日もね、水草回収やっていきたいと思います。そうしましたらね、もう作業開始です。はい、どうもです。ちょっと解説いたします。最後ね、あの辺まで水草あったんですけども、この階段のところのね、地面の転圧ですね、これの部材にね、使いましたですね。もうこれ4回目ぐらいですけども、まだまだ沈みますね。これを何回か繰り返して、で、この地面のね、高さが揃うようにね、なっていければなというふうに思います。今これ揃ってますけども、どうせまた1ヶ月ぐらいしたらペシャーってなってくるんでね、この辺りもそうですね。で、砂浜の方ですけども、とりあえず北から南まで全部ね、
荒回収が、ざっくり回収がね、終わりましたね。で、石垣の内がもっこりなりすぎてるようにというふうに思われるかもしれないですけども、水草はね、ペシャンとなります。ペシャンとなった水草がこっちですね。こんな感じで、そうですね、1ヶ月ぐらいもすればね、水分が抜けて、溶石がもう4分の1、5分の1ぐらいになるのかな。で、最終的にはもう10分の1ぐらいになります。というわけでね、ざっくり回収が終わったところではありますけれども、またね、新たな水草が押し寄せてくるかもしれませんし、あと、細かい回収ですね、アメリカン冷気の、針金みたいなやつのアメリカン冷気でね、回収、すればね、もっともっと綺麗になりますね。あ、そうそう、あと付け足しの動画ですね。近隣の方からね、寄付金いただきました。これはもう個人的にというふうにはおっしゃったんですけれども、個人的に僕が受けてるわけにはいかないんでね、工事しました。で、僕が受け取るんだったらちょっと受け取れないですというふうに言ったんですけども、じゃあ寄付金でということでね、団体に寄付いただきました。本当にありがとうございます。ちょっと帰ってみて、生産しなあかんね。はい、というわけです。他にもね、5000円いただいたかな、別件でね、とかありますしね、水草の道具であったり、それからリアカーのね、ベアリングの修理代であったり、それから草刈り機のね、芝刈り機の燃料代とかにね、何部でも経費がいるんでね、その辺に使わせていただこうというふうに思いますね。以上です。ではでは。